ラジオの時間になりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けします。本日のパーソナリティは三浦と富代です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今言ったばかりなんですが、私たちは京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会なんです。そうですね。では京都府立大学京都地域未来創造センターには私たちラジオ学生ラジオ部会とは別に学生部会というものもあることを知っていますか？知ってます。カゴラのことですよね。そうです。地域と大学の架け橋となるべくいろいろな活動をされている団体で2013年4月に設立されました。今回はそのカプラジとは姉妹団体とも言うべき京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会カゴラについて特集していきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。はい、それでは早速ゲストの方にご登場いただきましょう。京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会カゴラから鈴木さゆりさん、佐々木明日香さんです。よろしくお願いします。それでは簡単に自己紹介お願いします。はい、公共政策学科2回生カゴラの鈴木さゆりです。公共政策学科1回生カゴラの佐々木明日香です。よろしくお願いします。鈴木さんは今2回生、佐々木さんは1回生ということですが、カゴラのメンバーは今何人くらいなんですか？そうですね、1回生19人、2回生8人の27人です。へえ、1回生がたくさんいるんですね。佐々木さん、1回生ではどの学科が多いとかありますか？福祉社会学科が一番多いですね。全体的に公共政策学部の人が多いと思います。なるほど、地域と関わるっていう点で社会学とかに興味がある人が多いのかもしれませんね。カゴラは日々たくさんの活動をされていますが、メインでやられているのはカゴラカフェですよね。そうですね。カゴラカフェとは大学と地域をつなぐことを目的にカゴラ設立当時から続いているコミュニティカフェです。地域の方々に府立大にお越しいただき、ゲームやワークショップ、府立大や他大学のサークルによる発表を行い、地域の方々と学生の交流の場になっています。カプラジでもよく宣伝させていただいてるあれですね。そうです。そういえばゲームということですが、一体どんなゲームをいつもされてるんですか？ゲームはですね、主にクイズを企画をすることが多くて、はい、カゴラカフェっていうのは毎月開催しているのでその月にちなんだクイズを企画することが多いですね。いいですね。じゃあワークショップはどんなことをされてるんですか？ワークショップは今月の12月のカゴラカフェではクリスマスカードを作る企画をしていまして、そうした工作のようなワークショップをすることもあります。いいですね。それとサークルによる発表とあるんですが、最近でいうとどんな団体が発表されたんですか？はい、11月は手話サークルの方が来てくださって、手話に関するクイズと手話歌を披露していただきました。10月は京都工芸繊維大学の技術部さんにマジックを披露していただきました。手話歌にマジックですか？いろいろなことが見れるんですね。はい、ちなみに参加者の方はどんなような方が多いんですか？はい、参加者の方は府立大の近所の北山地域にお住まいの高齢者の方が多いですね。高齢者。で、参加者の方とはどんなお話をされるんですかね？そうですね、お話がお好きな方が多いので、昔の思い出話や世間話を聞いたり、女性の方ならお料理のお話を聞いたりもします。常連の方が多いんですが、もっと幅広い層の方に来ていただけるように宣伝などをこれからも頑張っていきたいです。なるほど。カゴラは北山地域の魅力を発信するインスタグラムも運営されてるんですよね。こちらはどのようなものなんでしょう？はい、こちらは2018年1月から始めたもので、京都府文化政策課からの学生目線で北山の魅力発信をしてほしいという依頼を受け投稿を始めました。なるほど、学生目線というところでカゴラさんに白羽の矢が立ったんですね。こちらのアカウントでは北山地域のおしゃれなカフェやイベント情報などを紹介されていますが、紹介するものはどうやって決めてるんですか？はい、インスタで紹介するものは
北山地域のものということ以外は結構自由で、メンバーおのおのが選んで決めています。自分で紹介するものを決めてるんですね。よかったら佐々木さんのおすすめのお店とか教えてほしいです。私が行ったのは北山駅から徒歩10分ほどの京都創業老舗洋食レストランに行きました。そこで、はい、もしかしたら私そこを通りがかって高いからまた今度にしようって思い続けてるとこかもしれないです。はい、でも写真についてるあの文章とかも自分で考えていらっしゃるんですか？はい、そうですね。写真についている説明文も自分たちで書いていますので、よかったらフォローをよろしくお願いします。はい、インスタグラムのアカウント名は北山アンダーバーカゴラ、 KITAYAMA アンダーバー KAGORA です。インスタグラムでカゴラと検索しても出てきます。これらの活動の他にもカゴラの中で有志の皆さんが毎月第1、第3日曜日に葵子ども食堂さんで学生ボランティアとして料理のお手伝いをしたり、子どもたちと遊んだりという活動をされているんですよね。はい、葵子ども食堂さんは個人のお宅でやられている小さな子ども食堂なので、来られる子どもたちも少人数で、いつもアットホームな雰囲気の中でやらせてもらっています。いいですね。僕子どもが好きなんで、そういうボランティアができるのすごく羨ましいです。いつもは何時頃からやられてるんですか？はい、私たちは11時くらいから調理とか配膳のお手伝いをしていて、子どもたちは12時くらいから来ますね。ご飯を食べた後に遊んだりもするんですか？そうですね、ご飯を食べたらすぐに帰る子もいるんですけど、何人かは 2,3 時くらいまで残っているので、その子たちと遊びます。子どもたちとは何をして遊ぶんですか？そうですね、用意されているおもちゃで遊ぶこともありますけど、高学年の子はスマホでゲームをしたり、本当に人それぞれです。ちなみに用意されているおもちゃの中にボードゲームってあったりしますか？ある日もあります。いつもそれはあるんですか？いつもはないです。いつもないというか、その地域の方がその子ども食堂の日に合わせてゲームなどおもちゃを持ってきてくださることも多くて、はい、その都度おもちゃは変わったりしますね。じゃあ僕が持ってるボードゲーム持って行っても大丈夫なわけですね。もちろん大丈夫です。葵子ども食堂はフリス台の近くのハッピーハウス葵で、毎月第1、第3日曜日の正午から開かれます。子どもさんは100円、大人の方は500円です。カゴラの皆さん、すごい多彩な活動をされてますけど、これから直近であるイベントとか何かあったりしますか？直近で言うと、カゴラカフェが今週の土曜日にあるので、なるほど。もしかしたらこれ放送してる時にはもう終わっちゃってるかも。そうですそうなんですよ。これ結構収録してから時間が空いて流れるので。はい、そうでしたね。そうですね。そういえば、その子ども食堂関連で福知山大学の子ども食堂さんとの交流会があったって話をちらっと耳に挟んだんですけど。はい、そうなんです。今年の夏に福知山大学の学生さんが運営されてる子ども食堂さんの方に交流見学させていただきまして、はい、ちょうど最近その報告発表会みたいなものがそのカゴラであったんですけど。そういうのはやっぱり実際に子どもさんどんなことをされてるとか、そういう話をするんですかね？その報告、はい、そうです。それぞれが行ってきた場所の内容だったり、気づいたことだったり、学びをパワーポイントに作ってきて、それを学長さんも来てくださって、すごい本格的な発表なんです。そうです、発表させていただきました。はい、さてカゴラの活動を駆け足で紹介してきましたが、もうお時間になってしまいました。カゴラは今回紹介した活動以外にも地域のお祭りに参加したり、全国の地域活動を行う団体と交流会をしたりと、幅広く活動されているんですよね。いや、もう幅広すぎて紹介しきれないですね。最後に鈴木さん、佐々木さんからお知らせ事などありますでしょうか？はい、来年2020年最初のカゴラカフェが1月11日土曜日午前10時からあります。場所はいつも通り大学会館1階です。今回の放送でカゴラに興味を持たれた方はぜひこちらにお越しください。私からは先ほども紹介させていただいたんですが、カゴラのインスタグラムアカウントがあります。ぜひフォローよろしくお願いします。
あとカゴラはツイッターもやっているので、カゴラの最新情報が知りたい方はツイッターの方をチェックしてください。アカウント名はアットマークカゴラアンダーバー KPU、 アットマーク KAGORA アンダーバー KPU です。はい、ここまでのゲストは京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会カゴラの鈴木さんと佐々木さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで京都府立大学のある北山地域のイベント情報です。京都府立植物園では1月12日から2月2日まで新春を彩る寄せ植えハンギングバスケットコンテスト展を開催します。期間中の1月12日、18日、19日、25日、26日にはハンギングバスケット体験教室も開催されます。当日の10時から14時まで随時受付です。なお12月28日から1月4日までは休園期間となっておりますのでご注意ください。続いて京都コンサートホールでは1月26日午後2時より10歳から22歳までの青少年で結成される京都市ジュニアオーケストラのコンサートが行われます。演奏するのはイタリアの華やかな風景を描いたベルリオーズ作曲のローマの謝肉祭、交響詩の大家リストによるレ・プレリュード、そしてメインのブラームスの名曲交響曲第1番です。京都の若き才能たちが感動をお届けします。詳しくは京都コンサートホールチケットカウンター電話 075-711-3231 にお問い合わせください。最後にカプラジの SNS を紹介させていただきます。 Twitter のユーザー名はアットマークカプカプアンダーバーラディオ、アットマーク KPUKPU アンダーバー RADIO です。ぜひフォローお願いします。はい、というわけで今回はカゴラ特集だったわけですが、いかがでしたか？いやーすごいですね。めちゃくちゃ幅広い活動されていて、はい、子ども食堂などはぜひ一回顔を出したいですね。私私たちカプラジのメンバーが、うん、11月の上旬にあった府民交流フェスタで、うんうん、ステージの司会をお手伝いさせていただいたんですけど、そこでもなんかカゴラさん何かやってらっしゃって、私ちょっとバタバタしてて見に行けなかったのがすごい残念なんですけど、去年の活動報告とか見せていただいたら、うんうん、もう1年通していろんなことやってるみたいなの で、 すごいです、ね、本当にもう目が離せない団体だなっていう風に思いました。僕もぜひインスタグラムやってないんですけど、北山付近の店、うん、結構気になるんで、ちょっとそれを見るためにもインスタちょっとやってみようかなって思ってます。見たけどすごい良かった。どうかな、じゃあもうこれ大丈夫だと思います。それでは今回の放送はこの辺で、次回の放送は1月24日金曜日22時からです。また来月この時間にお会いしましょう。さよなら。さよなら。